はい、皆さんおはようございます。キャムラと申します。前回から、引き続いてドラゴンクエストビルダーズやっていきたいと思います。前回でね、やっとゴーレムを倒せたので、この見てください、美しい青空やっと平和なメルキドがね、平和なメルキド、まあ平和な町を建設することができたのかなって感じなんですよね。じゃあ今回は前回言ってた、ドラゴン3体を討伐したら何か、イベントというか、そういう何かいいことがあるみたいなんで、ちょっと、最後のラストドラゴンをね、倒しに行きたいと思います。じゃあそこまでちょっとカット入れましょうかね。ここは特に何もなかったのかな。あ、ドラゴンいた、いたよ、ここに。こっちにいたの？っていうか何このアーチ的な建物。誰かいる？焚火があるけど。特に何かあるってわけではなさそう。ドラゴンが一体どこに焚き火か。ここは一体どこまでは行ってるし、ね、ああはいはいはい、多分あれが大木槌の里だよ、サクッとドラゴン倒してみようか。今なら簡単に勝てる気がする。最強武器ローハンマー。危ねえ。ソファーいいね。いや、そんな家具はね、もう周りには特にないよ。ないね。じゃあ帰るか。最初の島というか、そう、島にドラゴンいたとはな、気づかなかった。それじゃあチェリコさんね、メルキド周辺に3匹住んでたんだよって。もしもまだ倒してないみたいな。だけどあれ、特に何もなし。そうね、ああそういう感じなのかな、もしかして隠し要素的な話だったかな。もしも参戦なら、蝶々はロッシーに任せたら、蝶々がね、名誉蝶々ということでどうだ名誉蝶々がね、大ちゃん譲る気はねと、光ね、そうだな、じゃあ光の扉に行ってみよっか。じゃあ名残惜しいけど、光の扉で新しい地に行きましょうかね。じゃあ行くぜ、旅立ちますよ。次の大地へと旅立ちますか。行きますかおロロンドさん、行ってしまうのだな、なんとなくそんな予感はした。サルダの発展のためになんとかここに留まってます。あー
確かにな。今のは忘れてくれ。なんだろう、わがまま。ロンドさん、すまんな。いくらでも直せる。大切だな、そこ。やめてよ、こういう時だからといって、それらしい話をするな。ビルダーであるお主の助けを待つ者が数多くいる。一つ大切なこと。ピーリンからどうしても渡してくれと。何何、他の者のおっしゃって、これだけは何としても持って行ってやってくれ。すまん、ありがとう、ロロンドさん。新しい世界行ってくるか。スコア450。ほんほん。キャンプをレベル5にする。21以内行くんや。おー、知られた島で全ての石の家具が作れるようになった。ドラゴン3体倒す。お、展示台が作れるようになった。メルキドガーデンを完成。大きい土の墓を完成。あー、なんかそういうのがあるのか。メルキド編クリア。やったぜ。リムルダール編が解放。2章。知られざる島が解放された。新しく島がエリアが開放。レシピ開放。なんかどんどんと。他のプレイヤーに共有できる。ああ、なるほどな。じゃあリブルダル編いきますか。さあ、新しいあなたの世界を作っています。病に侵された大地。あ、ドロル明治だったっけ、あれ。あ、大芋虫とか。いや、ワンだけの敵って感じじゃ ないよな。あ、装備とかはそのまま、もしかして。目が覚めましたか。そこはエリムルダールとあなたが次に救うべき場所。豊かな水に囲まれた美しい町があった。今ではおぞましい毒に侵され、残された人々も病の恐怖に怯えている。これを渡す。何？あ、旗。さっそうしてっていうか、毒にまあ光させてを目指して希望の花を立てる。初めて出会う人間、初めて戦う魔物、そして今まで異なるものの作り方。光の元へ向かいます。何をもらったんだろう。装備。うわ、ポンポン陶器土。危ない、1ダメージ受けてるじゃん。いやー、なんだここ。建物も何もない。あ、けど何これ。クラフト、木の作業台。じゃあ早速、よいしょ。新しいマスク行きましょうか。さあ、暖かい光が溢れ出した。その地に生きる人々は身に迫る病に絶望し、生きる希望を失っている。あなたの働きで人々はわずかに物を作る力を取り戻し、あ、ちょっと取り戻せた。はびこる病に抗う力はなく、ほとんどの人は病と戦うことを諦めている。あー、なるほどな。光に集まってくるけど、浄化するのです。全ては精霊の導きのままに。シスター、なんということで、こんなところには患者様、患者腕ですか、それとも頭が。なんでみんな辛辣なんだよ。患者様ではない。あなたは一体。新しくここで、そうそう、物を作るビルダーというものです。これこそ神の導きにありません。エルと申す。私と共に病に侵されるこの地をお救いください。エルが仲間に。
で、死の病が蔓延するとあらゆる、病気が集まるし、やばいな、この地を救いたい、ここに病を侵された人々を助けたい。病と戦って、もちろん戦いますよ。足をどうかしたのか、あれ足悪いのか、転んで怪我をした、傷薬があれば、傷薬欲しいと。あ、白い花びらに、白くないな、ピンクの花びら、しっかりしたね、ちょっと太い枝だね。ちょっと骸骨落ちてんよ、もらってあげたいけどな。これ何、これ新しいブロック、水湧く、水が湧くんや。ここに置いといたらいいの。なんだか新しいものがいっぱい増えてきたけど、まず傷薬作ったらいいの。この大きい結構大事だよな、これ。あんまりポンポンと、あれ、ちょっと待って、大きい道は作れるのかな。とりあえず傷薬作るか。ピンクのあれでも作れるの。あ、ダメだよ。木のベッド作れる。あ、なんか新しいのが、木の作業台、大きい土、あ、作れるのね、大きい土。じゃあ早速傷薬探しにちょっと旅立ちますか。よしよし、この地域で初めて青い油をゲットした感じ。花びらどこに落ちてるのかな。前のメルキドだったらポンポンあったんだけどな。あ、この辺もなんかいっぱい落ちてそうな。ドロドロイメージか。ああ、何か落としてくるかと思ったけど、花びらも落とすか。パッといいんじゃん。あ、逃げた、いて、やっぱり扱ってくる程度。待て、そう、あんにゃろ、食べるわ、いて、意外と強いリリパッド。よしな、白い花、花びらやったかな、あれがあった。何これ、綿、ちょっと待って、意外と痛いぞ。あ、危ない、前みたいに結構無鉄砲な戦い方してたら装備が結構貧弱だったから、貧弱になってるからな。水の浜でやった。あ、それはあったな。新しい素材だわ。あ、待ちなさい、痛い、痛くない、
まずいな。一旦逃げるか。あぶ。遠距離とは結構。こっちも弓矢とか作れたらいいんだけどな。作れるかな。あれはいけるでしょ。いや、内装庫持ってないからあ、新しく、危ない危ない作らんといけねえな。それじゃ拠点戻るか。生け花、生け花作れるの。傷薬、傷薬作ったよ。さあ、エルさん、はい、私のために、うん、あげるあげる、はいよ。なんとお優しい方、物を作り出す、そう、本当にビルだ。この地で恐ろしい、病気からお救い、薬か、薬作れってことなのか。よし、ご覧になりましたか。どこに侵されてた。そうだよね、大部分が亡くなり、生きてた人々はほとんどが病に苦しんでいる。人々のために患者様をお迎えする病室を作り、あ、病院みたいな、長年の夢。うん、エルの設計図を渡し、どうすか、設計図の通り病室を作ってください。あ、もうちょうどいっぱい。設計図通りね。あ、結構横長だな。どうしよう。どう行くべきかな。たらい、焚き火に行けばな、木の机、木のベッド、藁の扉、2つ、ちょっと、OK、ひも、そっからの、たらい、よし、これでできた。はい、お待たせ。エルの設計図完成で、病室を初めて作った。安心して、治療を受けられる部屋、病人の治療をすることができる特殊効果だ ね、私の考えた病室そのもの。お風呂浴槽が病にあらがっても意味はないという人が、ああまあ確かにね。自分自身が持つ、病と戦う力を信じようとせず、全てを諦め、ただ黙って訪れる死を待つだけ。それはね、うん、病に打ち勝つ、知恵と勇気がある。作っていただいた病室で、この島にはびこる病を共に根絶やし、根絶ですね、根絶いたしましょう。そうと決まれば。いや、もちろん、一緒に頑張っていこう、デール。よし、運んでくる。なんと素敵な。で、それは本当です。なんということでしょう。なんです、まだ何も言ってない。失礼しました。念願の病室ができて興奮してしまった。うん、一つお願い。患者様を連れてきてほしい。から西に行ったところに病にかかった方を見た気がする。担いでここまで。担いで行くのか。わかった。それじゃあちょっと担いでくるか。どういったもんかな。ぐるっと回るべきかな。この夕方か。じゃあ今回はここまでしましょうかね。はい、という感じで今回はここまでとさせていただきます。第2章ということで、新しい、地で早速病室を作って、ここから新しい、リムダール復活を、手助けしていけたらなっていう感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。